悟りを開くのがトレンドの時代。トレンドに乗っかりたかったら素直にこう叫ぼう。悟りたいけどわかんない。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だぜ、 Oh my god。 ヨッピータカピヨシカタカヒロチャララン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 ピゲシラガマミレ悟りマスターをチョンチョンプリーズということでね、自分で言うのもなんだけど最近この動画シリーズレベル高すぎマジでね。もう言ってること分かんないでしょ。どっちがどっちなのかもう分かんない。俺があいつで、あいつが俺で、俺があいつで、あいつが俺で、あ、2回俺の中でって言っちゃったね今ね。もう本当にだ、頭はさ、イカリポンジーなこと言ってるようで真理言っちゃってるみたいな。真理をちょっと今真理の死が顎が少ししゃくれてるがために真理ってちょっと噛んじゃってるから聞こえづらかったかもしれないけどもさ、なんね、それはさておき、あの悟りをもう開くのがトレンドの時代になっちまってる感じだから、ここはねもうトレンドに乗っかるんであれば素直になることね、まあ、素直になることイコール悟りなんだけどさ、まあ、そこら辺はもう頭で考えてもわからないでしょ。で説明してる俺だってもうこれ言葉にできないことだから、もう悟りを開きたいんだったら素直に悟りを開きたい、目覚めたいとかね、けどわからないとね、わからなくていいんですよ。もういろんなことを勉強したって何したってもうわかりっこないんだからこれね。ただ体験しちまえば内側からね、外側にある知識なんて必要なくなって、内側からお前ごっと、お前の命の力がこれだよっていうのを教えてくれるっぺってことね。そのためにはボボボボボボボ菩提心って昔言ったけどさね、仏教とかでも言われてるでしょ。発菩提心、要するに悟りを開くっていう心が芽生えたら万歳なんですよ。ね、それでもう決まりなんですよ、ね、だから素直に悟りを開く、まあ、アセンションするっていう、ね、言い方でもいい、ね、僕的にはそしておちょんちょん人生を送るみたいなね、楽ちん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 フルティンティンティン、素直なおちょんちょんシリガルゴッド人生っていうのは、もういらないものをどん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 手放して、新しいものが入っては手放して、新しいものが入っては手放して、新しいものが入っては手放しての繰り返し、それが宇宙の流れに乗っかるってことね。で僕はねこんなもしょうもない話ばっかしてるからさ、あのそんな言葉なんて本当聞かなくていいのよ。なんか言葉を真面目に聞いちゃう人はなんか俺がね真理を追っかけないとかさ、なんか本当の自分を探さないとかさ、アセンションなんてどうでもよくなったらアセンションするとかって言っちゃうと、言葉を追っかけてアセンションなんて気にしてませんけどってこうやって嘘つくでしょ。違う、素直にあのねアセンション気にしちゃいけないとかって言うけど、気になってる、私気になってるから目覚めたいけどわかんない、イカレボンティーってなった人はもうね8割ぐらいその時点で目覚めてるんですよね。そうするとね、もうその時点でなんていうの、おちょんちょんがもう始まってるわけだから、僕のね本当にセッションを受けてください。そういう人はもう二人三脚で3ヶ月の連続セッションね、それぐらいの期間をいただければ、あの本当に3ヶ月振り返った、3ヶ月経って3ヶ月前振り返った時に、あらなんかイカレポンチーなおちょんちょん人生になってるみたいな、あおしょ、うん、おしょんしょんじゃない、アセンションとか、ラクティンティンフルティンティンとかね、お前ゴッドとかね、あのハートから生きるとかワンネスラブとかね、ほとんど俺の用語になっちゃったけど、あのそんなのもうよくわかんないけどどうでもいいやみたいなね感覚になってくると、内側からそれこれかそれかそれかあれかこれかみたいなね感じになっていくんでね、あのねもうトレンドですよ本当に悟りを開くっていうのがね、時代に乗り遅れるんじゃねえぞみたいなね、まあ、そんなこと言ったら、はあ、また置いていかれるみたいなね、ゲートが閉じちゃうみたいな、駆け出して飛び乗るトゥートレインとかってまたねこうそのミュージックが聞こえてきちゃうかもしれないから、そういうちょっと焦るような感じで受け取ってほしくないんだけども、トレンドトレンドね、あのトレンディードラマ、昔もトレンディ月9のさもう先駆けになった東京ラブストーリー、東急ラブストーリーね東急みたいなやつね、東京ラブストーリーのもう名台詞ですよ、あのね感じおちょんちょんしようっつってね、これ言ってごらん、あの本当にあの渋谷のスクランブル交差点の真ん中で感じおちょんちょんしようっつって、おちょんちょんプリーズって言えたらもう本当にその人は変態ね、何の話これ、もう分かんなくなってきちゃったでしょ本当に。ただ悟りを開くっていうのがそんなに難しいことじゃない、もう決めてあとは僕に委ねてください、本当にお任せくださいね。ただ本当にゆるゆるですよもう
ね、もう嬉しいお声たくさんもらってますよ。3ヶ月セッション終わっていく人たち、途中のあ、ね、もう途中の回でもさ、3回4回とかってもう回数重ねていくごとに、ああなんか本当に楽になってきちゃったって言ってくれると、どんどん続出ね。もうそういった人たちは、あ、悟りとかアセンションとかそんな言葉にもとらわれない、本当におちょんちょん人生、感知おちょんちょんしようっていう人生になってってんの。そうなのね。もうそんな感じ。あの日あの時あの場所で君に会えなかったら、僕らはいつまでも見知らぬ二人のまま、感知おちょんちょんしようっつって。何回言うんだよそれ。え、本当に音程もブレブレだしさ、ね、なんだっけ今の曲、もうその曲名すらも忘れちゃったけどさ、まあそんな感じでトレンドに乗っかるんだったら、素直になって目覚める、悟りを開く、素直に生きる、自然体で生きる、もう本当の自分から生きる、どんな言葉でも OK だけども、それを決めるっていうことね、決めて恥ずかしいかもしれないけど言うのね、でもわからない、そうどうやって目覚めたらいいかわかんないって、でも素直になっちゃえばいいの、そのわからないで正解なんだよ。だからそのバトンをね、もう目覚めるって決めて、わからないってなって託してくれね。そしたらもうガイドバッチリさせていただくんでね、言葉じゃなくてもう無言でね、無言で、無言寂しがりねっつって、無言目覚めちゃうねっつってね。ダメだこれね、そんな感じで悟りはトレンドになってってますよみたいなお話をさせてもらいました。では今日もみんなでご唱和いっちゃいましょうか。お前素直が一番、素直が最強、ゴッド、チャンネル登録&いいねボタンよろぴくお願いピます。今日も悟ってる、目覚めてる、かわいい猫ちゃんどうぞ。さあまるちゃん久しぶりだね、久しぶりだったよね多分ね、まるちゃん、ねえねえ、最近おでむっちき姫子ばっかりだからね、なんかね、まるちゃんどう最近はね、え、うん、ねえ、イケメンまるくん、気持ちよさそう、これいいよね、これになんか指入れたくなっちゃう、これにヒューンってヒューン。この肉球がね、まるちゃんの肉球がね気持ちいいんですよ皆さん、これヒューン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 チュン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 。眠たいの、まるちゃん。ねえ。眠たいのね。ねえねえ。いやー、本当に猫ってただまったりしてるだけで羨ましいですね。ああ、あくびした。以上ね、今日はイケメンマルクでございました。まるちゃんバイバイ。